さんこんにちは。本日は大変不可思議なコースをご紹介したいと思います。476、この数字大事ですということですけども、コインがある。476、時計がありますね。1、3、4、5、6、7、8、7、4、4、7、6。あれ、そういうわけじゃないですよね。これどういうことやろ、どういうギミックかが。他なんかギミックありましたっけ。ファイヤーボールはなんか意味あるんですかね。476、あれ全然わからん。あ、ほんまにわからん。476、あ、時間とかですかね。476でこのコインを取るとか、そんなできます？あ、できますって、なんかその取るのはいけますけど、ギミック的な。4、7、6、9、8、7、お、お、あり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 、え、すげえ、え、これ越せますよね。え、越しました。え、なになになに、すげえ。どういうことこれ。そんなできるんですか。476、この数字大事です。謎が解けても、謎なステージございました。まあ、動画の最後にですね、もう一回検証してみたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。476までは、ここに、何も出てこないんですけど、お！ブロック降ってきてますね、多分。多分そういう設定ができるんでしょうね。さすがです。すごい。